今週も始まりました。おかえりクッキングのお時間です。はい、先生よろしくお願いします。はい。おばんの石をね、しばらく言ってますが、今日はね、はい、京都ならではというか、そうですね。はい、皆さんにね、ご紹介したいようで、ね、まあ、知ってる人が多いと思いますが、はい、早速いこうと思います。はい。はい、お料理写真ですね。はい。はい、本日のお料理。お願いします。番号聞けたですね、はい、正規の値段が出て、それから割引ボタンを押した。大変ですね、それすごい。はい、いきますよ。はい、たけのこですね、これは。たけ、何でしたっけ、これ何、昨日の出会いです。あ、昨日の出会いです。ちょっと色が見てあれですが、うん、はい、たけのこの昨日の出会いと、はい、はい、それだけじゃなくて、はい、今回はイカ、木の目合いと、はい、まあ、とにかく、木の目合い、木の目合いです。つまりは、はいはい、ちなみにですが、はい、木の目、山椒の葉っぱなんですか。山椒の葉っぱですよ、はい、はい、これはうちで採れたやつです。最近ね、片栗さんが趣味で趣味っていうか育ててらっしゃる園芸を、ね、園芸をね、してらっしゃるんですけども、毎山椒をね、あ、ね、はい、育てる、溺愛してる、溺愛でもない、木からね、取ったやつですけども、はい、元気にね、今葉っぱがいっぱい、あ、いいですね、自給自足ですね。お、なにかでもまあ、はい、普段のね、お料理に飾りをポンと乗せられる、うん、そうそう、1枚ポロッとね、はい、1枚で、1つポンと乗せるだけでも全然見栄えがね、そうですね、しますから、はい、いいと思います。食うのは誰にも見せて、はい、1人で食った、まあいいですよ、それで通してここのね、画面で見せることができる、まあまあそうです。はい、はい、材料ですね、はい、はい、こんななってます、はい、このまたタケノコがすごいいい感じでスンと置いてありますけど、これカタツムリさんの毎山椒元気よって、ちょっとまた写真を見せたいなと思いますが、シゲシゲしてるやつを、ね、そうですね、見せていただきたいんですけど、今回はね、タケノコのアク抜きの方も、はいはい、やっていこうと思います、ね、はい、参考にしていただければと思います、はいはい、はい、簡単なね、アク抜きの方法になります。はい、材料の方、じゃあテキストにね、はい、いこうと思います。はい、はいはい、竹の子、これ400g もあるんですか。はい、かなり小さいですが、はい、はい、これめくったら本当に少ないですけどね、うんうん、だいたい400ぐらいで、これぐらいのサイズ、意外とあるんですね、はい、はいはい、そしてイカ刺しですね、はい、はい、まあ、これはあの別に普通の、はい、火を通しますのでね、うん、生のイカ買ってきていただいて、もうあのアニサキスがそこら中にいても大丈夫ですか。大丈夫ですね、はい、そこら中にいてあの仮にね、はい、イカっているじゃないですか、はい、わかりました。火を通すからね、はい、気にしないで、はい、買ってくださいってことですよ。そうですね、はい、はい、立派なタケノコですね、まあ、小さかったですけど、ね、今回は綺麗ですね、でもなんかね、色がやっぱり、はい、はいはい、そして、お酢ですね、アク抜き用のお酢、はい、はい、で、下味用ですね、そこ下がって、はい、白だしと醤油になりますが、はい、はい、はい、これここはタケノコですね、うんうん、はい、で、木の芽あえに使う材料ですね、はい、はい、木の芽、まあ、大きいもの10枚ぐらいあればいいですが、うんうん、今回ちょっと足りなかったかなと、まあ、木の芽ね、でもやっぱりね、スーパーとかで買うとね、うん、まあ、10枚ぐらいは入ってると思うんですけど、はい、うん、まあ、そんなに安いもんでもないですよね。そうなんですよね、そこのところがポイントですけど、タケノコね、うんうん、あの400あってイカ刺しもってなると、はい、木の芽あえのそのタレをね、はい、作るとちょっと足りない可能性があるので、タケノコ半分ぐらいになるわけです。あ、まあまあそれでもいいですよね、うん、はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。米のとぎ汁、あ、それもありますけども、はい、はい、まあお酢が一番簡単ですね。あ、そうなんですね。竹の子の農家さんもこれで、はい、ああ、そうですか。はい、アク抜きしてるそうですね。はいはいはい、はい、うん、まあ。なかなかお米のとぎ汁っていうのをね、うん、準備するのも結構大変ですからね。まあそうですね。はいはい、うん、はい、はい、でタレですね。はいはい、白味噌。はいはい。大さじ2杯。甘いやつですよ。はい。砂糖が大さじ、2分の1ぐらい、はい、はい、みりん、はい、これはまああってもなくてもっていう感じですね、うんうん、はい、そしてお酒なんですが、はい、これもあのイカをちょっと炊くときに、うん、ドバッと使いますので、はいはい、量は書いてません、適当に、はい、感覚で入れる、そうですね、はい、はい、早速作っていきますが、はい、まずは、竹の子のアク抜きですね、はい、はい、もうこれはさっきのアク抜き材料を、
鍋ってことですよね。そうですね。はい。はい、まあ、タケノコを剥くとこんなちっちゃくなるんですけど、うんうん、はい。皮剥いて、はい。まあ、姫皮。はい、ね、先端の部分のがあまりほぐれてバラバラならないよ、うん、姫皮っていいんですか、はい、あ、そうですか、はい、うん、バラバラならないように注意して切っていただいて、はいはい、まあ、鍋にお水とお酢を入れるんですが、はい、お酢は水の量の、10% ぐらい、難しいですねそれ。だから、はい、いや別にいいんですよ。だからお玉10杯に、はいはい、プラスお酢1杯、まあ、そうそう、まあ、それで 10% になりますね。はい、っていう風に考えて入れていただければ大丈夫です。はい。で、これ水から、はい。はい、タケノコ鍋に入れて、はい。浸かるぐらいでいいんで、はい。はい。で、火にかけると。はい。はい。で、20分ぐらいしたら、あ、20分ぐつぐつやるんですか？沸騰して20分ですね。はい。はい。はい、したら、まあ、弱火でいいんですが、はい。20分煮て、うん、火を止めて、はい。だいたい2時間ぐらいですかね。2時間？はい。そのまま放置してください。20分ぐつぐつやって火を止めて2時間置くってことですか？そうですね。じゃあ意外と余裕がないとダメですね。まあそうですね。時間的に。そもそもタケノコ硬いので、はい。はい。水分をなじませていかないと。ああ、はい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 。なるほど、そうですね。で、これができたら、うん、今度は水を変えて、はい、今度お酢を抜くんですね。あ、今はお酢がガンガンに入ってるけども、はい。それを抜いていくところ。はい。はい、でもアクがもうお酢入れた時点でほとんど立ちませんので、はいはい、抜けてます、はい、水の中に全部溶けてますので、はいはい、でそれを、はい、またそのタケノコの中に、はい、多少戻っちゃいますので、はい、あと酢の味がタケノコに入ります。あ、なんか酸っぱなってしまってるところですね、はい、それを抜くのに、お水だけ今度、はい、鍋に入れて、はい、一煮立ちさせたら、酢が抜けますので、はいはい、それで完了ですね。それはもうちょっとグツグツってやったらそれで終わり。はい、恐れ入りです。はい、はいはいはい、そして下味ですね。はいはいはい、はい、まあ、下味はもうお好みでいいんですが、はいはい、食べやすい大きさに切ってから、はいはい、白だしと水と醤油ですね、はいはい、薄めの下味と思いますが10分ほど煮たら、はいはい、そのまま冷ませば10分、はい、あ、そんなんでいいんですか？うん、はいはい、最初に2時間ほどつけ置きしてるので、だいぶ柔らかくなります。見てなくても、20分ぐつぐつして2時間置いたからもういいよってことですか？だいぶ柔らかくなってます。これで。そういうことなんですね。はい、わかりました。はい、はい、で下味をつけると、はい、でもこの後はもう何に使ってもいいです。あ、別にその木の目合いに使おうが、もちろんここにわかめどっさり入れて、あー、もういきなり若竹煮にしてもいいしってことですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先生出世したんですって言ったね。あ、そうなんですよ。おめでとう。違います、この人は。あ、そうですか。あ、出世したんですか？この方がなんか社長だったらしいですね。社長？支社あ、そうなんですか。あ、そりゃもうおめでとうございます。おめでとうございます。どこの、ね、支社なのかわかりませんけど、東京とかの愛知って言ってました。愛知のどこでもいいです。そうですね。新幹線が止まるとこやったら、そこでもいいと思います。そうですね。はい。はい、おめでとうございます。それはそれ、おめでとうございます。はい、ってことです。はい。はい。はい、で、はい、下味がついたら、今度はイカかな。イカ？あ、イカね、さっきのね。はいはいはい。で、かたけのことはまた別に、はい、下ごしらえするってことですかね。はい、下ごしらえしますよ。はい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 、ちょっとまあ白が白で見えにくい。もうなんかね、ね、いるなってわかります。ちょっと、うん、いけるなってわかりますよ。いそうって。はい。で、はい、今回使ったイカは、はい、イカそうめん。イカそうめんなんかを使う。生で食べられるイカを一応使います。じゃあもうアニサキスなんてね、はい、全然、まあ、イカ冷凍してある、はい、そうですね。する必要ないじゃないですか。はいはい、別にそれを気にしてやるわけじゃないんですけど、私は気にするんです。あ、はい、火を通すのはそのためじゃないです、うん、そうですね。はい、イカの下ごしらえなんですが、はいはい、1:1、お水とお酒、はい、1対1ですね、はい、ぐらいで、はい、一回混ぜると、じゃあ意外とお酒がいるってことですね、はい、まあそうですね。左のお皿に、はいはい、白お皿に入ってるのに、はい、ちょっと水分が見えますが、はいはいはい、はい、これはお酒と水が1対1ぐらい。あ、そこはそうなんですね、うん、はい、わかりました。この時点で入れちゃって、はい、で、そのまんま鍋に、あ、まあ鍋で混ぜでもいいんですが、うん、まあそのままの同じその
が大きいガサツなんですが、お玉一杯ずつですね、本当に言うと、お酒がお玉一杯ずつ入ってますが、はい、これでですね、はい、アルコールが飛ぶぐらい、はい、さーっと強火で、煮立たせて、で、アルコール飛んだらもう終わりです。もう割と早いですね、それは。はい、もう一瞬だと思います。一瞬で、はい。で、そうですね。はい。はい、キッチンペーパー敷いた、はい、お皿に取りまして、はい、水分をここで取ってください。はい。まあ、ざるにあげたもちろんです。はい。はい。はい。そして、この木の芽のタレ作りですね。はい、甘いやつが出てきました、ここで。お鍋に白味噌、はい、大さじ2、うん、まあ、今回の分量ですね、砂糖は大さじ、2分の1、はいはい、お酒が、大さじ1、はい、みりんが小さじ1、はいはい、これ入れて、はい、これ白味噌なんで、はい、まあ、最強味噌とかになると思うんですが、はい、ね、そうですよ、うん、まあ、買ったらなかなか使いづらいっていうのがありますが、おやつみたいなね。まあそうです、ね。甘さがあります。味噌は作るのには非常に、たくさん使うとでありますので。はい。で、これ鍋に入れたら、はい、かき混ぜながら、うん、はい、弱火で、はいはい、はい、入れたお酒とみりんのですね、はい、アルコールを飛ばしていく。はい。で、これも先ほどのイカと一緒で、うん、アルコールが飛んだらもうそれで終わりでいいです。そうですね。はい。はい、そのまま冷ましてください。はい。はい。そして。はい。で、木の芽ですね。はい。はい。うん、これはもう左側木の芽の、まあ、ほぐしたやつですが、いいですね、はい、はい、これをすり鉢でする。わー、かわいそう、はい、あるいはあの包丁で細かく叩いてもいいですね、はいはい、うん、でそれと、うん、先ほどのお味噌、はい、はい、加えていって混ぜると、はい、はい、これで完成です。で、ここに、うん、ちょっと待って、はい、こんな感じになります。うわなんかいい感じですね、なんか、まあ、この量で結構緑色になるんですが、はい、今回ちょっと食材の量が多すぎて、はい、タレが足りなかったっていうのがありましたら、だからまあ、もうちょっと少ない量のタケノコなら、はい、もうちょっと緑になるよってことですね。そうです、先ほどの写真が、はいはいはい、わかりました、はい、でまあこんな感じになると、うんうん、はい、まあでもあんまりその木の芽だらけもね、うん、ちょっとっていう方もいらっしゃるんで、世の中まず量がちょっと難しいと思うんですけどね、うんうん、まあ、この程度の量は全然いいと思います、うん、はい、味は十分つきます、はい、そうそうだと思いますよ、うん、結構ね、うん、きついで、きついって言うとあれですけど、うん、ピーッとした感じの香りが、まあ、そうなんですよ、うん、はい、うん、で、まあ、今回あえてますが、はい、かけてもいいですね。まあそうですね、うん、何も混ぜなくても、はい、パラパラってやっていただいてもそうです、ね、いいと思いますけど、はい、まあ、こういうので一気にね、うん、春らしい味って言いますかね。そうですね、京都チックな味に仕上がるわけですよ、これで。そろそろもう全国的にタケノコスーパーに並ぶ時期ですので、はい、はい、でそれと一緒にあの木の芽、はい、出てるんであれば、うん、それ利用していただいたのもいいですし、うん、はい、そう、もうめんどくせえなっていう人は、はい、非常にいいものがありまして、はい、京都のスーパーにはあるんですが、はい、はい、一回ね、マスヤ味噌、はいはい、広島の会社なんですが、マスヤ味噌の木の芽味噌っていうのがあるあ、ね、これね、90g 入ってて、はい、180円なんですよ。あら、はい、それ買ってください。180円、なんかちょっと魅力的なね、価格設定なんですけど、大手筋の露店でタケノコ売ってた、いいですね、いいですね。そう、だからまあそういう風なね、うん、こういうの絶対ね、思うんですけど、ミシュランとかのね、三つ星とか売ってるようなお店はね、基本も味とかじゃないんですよ。こういうやつをめちゃめちゃ使ってて、はい、まあ、贅沢にね、だから美味しい、まあこれは美味しいんですけど、美味しいような気がするんですよ、なんか京都の味がするような気がするっていうあるじゃないですか。ありますね、あれなんですよね。ありがとうございます。今年は生のタケノコを買ってやってる、うん、そうですね、うん、で、木の芽、まあ、あくまで今回ね、作り方を参考に、はいはい、していただければと思いますが、それ大体作るっていうの大変なのでね、先ほど紹介したマスヤ味噌通販で180で買えますよね。で、これまたね、なかなかいい色してるんですよ。ああ、ね、なんか、いやらしいもんがあるんですね。はい、うん。で、試していただきたいのは、はい、イカ。あ、イカね。はい。
はいはいはい、三島亭のすき焼き食いて、うん、美味しいですよ三島亭のすき焼きは。はい、だから、ね、そう、あの、はい、タケノコもそうですが、あのイカのその酒入りですね、はい、先ほど作ったのは、はい、それにねかけて食べていただくと、はい、お酒がもう、あ、そりゃそうですよ、お酒はもうすっごい進んでね、ちなみにご飯に合いません甘いんでね、もうこれお酒のためのおつまみですからね、うん、で、このね、木の芽あえのこのタレは、はい、あとは他に言うと、田楽味噌になります。あー、そんな感じですね。なので、一回湯がいたこんにゃくとか、はい、はい、お茄子ですよね、なんかお腹すぎた、はい、そこにダーッとかけて、はい、あのオーブンかなんかでガーッと焼くと、ポスターとかでもいいんで、うんうんうん、それも最高ですね、うん、そっちはね完全なおかずになります。そうですね、はい、うん、でもし、白味噌買ってやる人がいらっしゃいましたら、はい、白味噌はですね、あと西京漬けとかに、はい、そうそうそう、お酒とかにねペタペタやって、うん、ね、カレーとか、うん、塩だらとかですね、はい、その辺買ってきていただいて、はい、タッパーに、はい、塗りたくって人は多いです塗りたくってね、贅沢にいつかって言って、その時はお酒と、はい、白味噌、はい、はい、はいはいはい、をちょっと緩くしていただいて塗ると、うんうん、はい、はい、あ、ちょうどいい最強味噌になります。そう、最強味噌になるよっていう風なやつはね、はい、なんでそこにお酒を入れたらいいってわかるんですか、片隅さん。ええいや、あの最強味噌にさなるよねって私も思うんです、あのえってい や, いや、あのね、はい、あの味噌見て白味噌見てね、はい、これ魚に塗ったら最強味噌になるなって私も思うパッと思います、はい、でなんでそこにこうお酒を加えたらいいんだよとかね、あ、溶かないと固く、いやいや違う、そうなんですよ、溶くんですけど、はい、そう溶くのがなんでお酒ってわかんのってことです。いや風味を、うん、そうなんでしょうけどいや、あのそうじゃないね、あんまり料理をね、はい、あのそんだけやってない人間っていうのは、はい、なんで水とかね、はい、あの他のやつじゃなくてお酒で取ったらいいって分かる。お酒も風味が苦手な人はもちろん水でいいんですけど、うん、やっぱりその西京漬けって少しツンとツンと、うん、そうそう、お酒の匂いしますよ、しますよね、うん、あれお味噌の発酵の、うん、匂いと、うん、やっぱちょっと日本酒の香りがした方が美味しい、はい、でそれは匂いからあのどっかでレシピを探ってきたわけじゃなくて、はい、匂いから感じ取ってるってことですか。そうですね。あら。いや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 。あ、そうなんですか。いや、私なんでわかんのかなと思いましてね。なんかスラスラっとこうカタツムリさんが言ってるじゃないですか。お酒を混ぜたらいいんだよとか、はい、いろいろおっしゃってるんですけどね、普段から。はい、なんでそんなことがわかんのかなってね。いちいちピッピッピッ調べてるわけじゃないですから。で不思議だったんですけど、匂いから感じるんですね。匂いもそうですし、味でもそうですし、いろいろあると思います。わかりました。はい。じゃあ、それも私も一回試してみたいと思いますけど、はい、そう最強。そうですね。はい。はい。ということでした。はい、皆さんもね、ぜひ、はい、あの、まあ、うん、旬のね、この竹の木の芽あえの、味を楽しむんであれば、はい、先ほど言った、やっぱりね、回し物じゃないですが、マスヤ味噌さん。はいはい、まあ、そうなんでしょうね、うん、安いですしね、うんうんうん、自分で材料揃えて作るより全然安いです、うん、はい、それを活用して、まずはちょっとね、そのタケノコ、それからイカの木の芽、はい、まあ、これ、はい、試していただきたい、はい、っていうことです。はいはい、はい、以上です。ありがとうございます、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。